幸せでありますように。では次の質問をお聞きしたいと思います。次の質問、 DS さんという方ですね。質問なのですが、慈悲の瞑想で親しい生命のところでスマナサーラ長老を思い浮かべてもいいのでしょうか。お会いしたことはないのですが、長老の著書を何十冊も持っており親しみを感じておりますという質問です。私は本人に聞いてもね、答えられないんだけど、大体親しい生命としてはね、親とかね、恩師とかね、ちょっと自分には遠慮なく幸せになってほしいと思える人々を選ぶのは修行のためにちょっと結果が出やすいっていうこともありますね。だから伴侶は選べないんです。これはやめなさいと。幸せでありましたら、こういう人は死んだ方がいいやって思う可能性もうるさくてしょうがないとかね、なんてわがままな安いやとかね思う可能性もあるし、あるいは逆に欲情が出てくる可能性もあるし、ですから伴侶だけはカットして、特に親と恩師を設定してるんですね。そのカテゴリーに入れる人々がね、会社で自分のことを心配して自分に指導する人とかね、そんな風な人々を選んだ方が実践しやすいっていうことがあるんです。成長する人々はただ親しい言葉よりは自分との、関係ある一切の生命ということにするんです。親しいかないかではなく、自分の命を支えるために関係ある、もう格段生命がいるんだからね、そういうふうに思うようになっちゃうと、かなり戦場世界、戦場してくれる世界に進みます。以上です。はい、ありがとうございます。次、最後の質問です。経典の内容についての質問ですので、ちょっと長いですね。中野さんという方からいただきました。中部経典62、大ラーフラ教会教マハーラーフローワーダスッタに下記の記述があります。日本語から読みます。ラーフラよ、あなたは不浄観という収集を収めなさい。なぜならラーフラよ、あなたが不浄観という収集を収めたなら、およそかの貪欲が遮断されるからです。一応該当の、パーリ語も引用しましたけど、ラーガですね、ラーガという単語、この場合の、貪欲、ラーゴー、ラーガーですねとは、性欲だけを指しているのでしょうか。あるいは食欲や娯楽に対する欲など、性欲とは直接関係ない欲も含まれるのでしょうか、という質問です。これは出家に対して教えたものだから、ラフル尊者がね、若い時の教えですよ。いわゆるそろそろ悟った方がいいんじゃない、今の頃、年頃というところになってきたところに、ね、の教えになるんです。だいたいこの二十歳ぐらいっていうのは一番やりやすいですよ、瞑想は。なぜならば、
感情がね、結構元気で心の中に働く年齢になるんですね。感情を引き起こすの場合は、この体の状況ね、いろんなホルモンの状況、いろいろありますからね。それで出家は性行為しないということは、まあ、決まってることだから、大人で出家したお坊様方はね、直的突然性欲が出てきて困ったというね、やっぱり減速しなくちゃいけなかった、減速するぞとか、いろんなトラブルが起こったケースは記録ありますから、子供頃から出家する場合はそういうトラブルが起きないんですね。小さい時からもう制約と関係ない、その思考起きない、育ち方だから、一般的な欲なんですね、若いしね。だから若者の欲世界でしょうね。若者ってのはそんなに性欲を追っかけていくわけないでしょ。たまにいるかもしれませんだけど、で性欲だけを追う若者ってちょっと暗いんですね。むしろなんか面白いこととか、そうそう、楽しそうとかっていう、あれ面白そう、あれ楽しそうとかね、これ面白そうとかね、何でも飛んでいっちゃうんですよ。すごい明るいんですよ。だから新しいものを考えたり、新しいデザイン考えたり、新しい髪型考えたり、いろんなことやってますよ。ただ性欲にピンポイントしてないんですね。服のね、身なりはえらい気をつけたりとかね。まあ、我々大人から見ればもう可愛いんですけどね。まあ、若者だから可愛いって言葉は先生言わないしね。まあ、無関心で言いますけどね。でも、連中すごく明るくて、ね、明るさっていうのはラーガなんですね。明るさがラーガですか？その場合はね、若者は元気がね、新しいものに飛んでいくこと、いろんな変なことやっちゃいますよ。どんな変なことやっても、まあ、明るいことは明るいんですね。落ち込んでないんです。で、その感情をね、この活発的に働いているその感情がラーガとカテゴライズするんです。で、欲が出てくると、そんなに若者は明るくないんです。世直しに行くんですね。あれが悪い、これが悪い、政治が悪い、あれこれとかね。ずっと攻撃タイプになっちゃうんですね。その場合は、この欲もあるんだけど、ちょっと怒りの方が活動してるんですね。だからラウル尊者からね、まあ出家しておとなしくて、優しい生活でしたから、まあ、欲が、怒りが、衝動になるわけじゃないでしょうしね。まあ、とにかく、まあ、欲と怒り両方使いますけど、特別性欲ということではないんですね。で、不浄観考えると、体に対する潜在的な愛着がなくなるんです。
で若者が性欲なくても、例えば女同士で男同士で結構友達になっちゃって、あちゃめちゃしゃべるわしゃべるわ、喫茶店で何時間見るわ、公園で遊んで、あるでしょうね。そちらで性欲じゃないでしょうね。友達でしょうね。友達で一緒にいたいとかね。しかしそれも欲なんですね。ですから、不浄観観察すると、この全体的な、この、ベースになる欲を今占めるんです。で、あらかになる、なってもらいたい目的で説法したんだから、そこだと思いますね。なんかその、ラーガは明るさっていうふうに聞くと、なんかなくしちゃうのはもったいないなって感じも。しますけど、そういう問題ではない。それは明るいんだけど、同時に自己破壊になるんだから、明るさっていうのは別種な信条でしょうに。ピーティって別種な信条があるんだから、ね、純明るさがあるんです。人を助けてあげて気持ちよくなるとかね、人々は一生懸命頑張ってきてることを見て、ああ、いいなと思うこととかね。ラーガに関係ない明るさは別にあるんです。ラーガはマニフェステーション、どのように見えるかというと、明るさで見えるんです。あるエネルギッシュで見えるんです。エネルギッシュですね。なるほど。はい。だから若者も結構好かれるでしょ。遊んではいるんだけど、結局は好かれちゃったということでね。もうかなり好かれちゃってね、結構長い時間寝てしまうとかね。あるいはもう、ステス解散たまに酒飲んだりとかね。いうこともやるんだから、この明るさがそんなにそれなりの副作用があるんですね。ラーガと組んじゃうと。で、ピーティという心情が副作用はないんです。で、瞑想してもピーティが生まれるし、第一線上ではもうピーティが当然あるし。それはもう説明できんだけどね、まあ、現代人の言葉借りると、脳がエンドルフィンとかね、結構分泌する状態なんです。はちゃめちゃ苦労しなくても。エンドルフィンでしょうかね、名前はっきりしないんだけど、体に喜ぶと満足感感じさせるし、体の病気は治しちゃうし。副作用はない。例えば、アドレリンというホルモンあるでしょ？瞬時に活発になるんだけど、体にとってはすごい毒なんです。だから、アドレリン出たら、もう早くもそれを体から分解して追い出さなくちゃあかんですね。出ないと臓器を壊しちゃうんです。エンドルフィンカテゴリーはそうじゃないんです。なかなか一般世界ではこれ出ないんですね。ストレスで。ストレスなくなっちゃうと、エンドルフィンが出るんです。これは現代的な概念借りて言えばそれなんです。だから瞑想すると、第一線上に近寄ってくると、エンドルフィン出始まるんです。全然副作用全くないもので、だから全情中毒って話もありますからね。全情中毒ですか、というか瞑想中毒というかね。なんかその体験に愛着が生まれて、
まあ戦場ばっかりでということもありましょう。だから仏教、瞑想指導の場合はそこもよく気をつけますよ。中毒にならないように。まだ何かし示するべきものありますかね。はい、一応結論としては、答えとしては、そのラーガというのは、その性欲ということには限らないということですね。もう少し幅広いというか。幅広い。まあ、若者の元気で明るさって、これから生きてやるぞっていうエネルギーでしょ。これラーガなんて。ありがとうございました。一応これでいただいた質問すべて先生に、答えていただきました。はい、次回は配信がですね、3月3日ひな祭りの日ですね、に予定しておりますので、はい、その時はまたライブで、はい、先生にいろいろお聞きしたいなと思っております。はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はいはい。